森田歩美は群馬県大田市出身の女子プロテニス選手。安藤証券所属。まだ WTA ツアーでシングルスダブルスとも優勝はないが、ダブルスで2度の準優勝がある。自己最高ランキングはシングルス40位、ダブルス65位。身長164センチメートル、体重54キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 小学生の頃にテニスを始め、2001年に開かれた全日本ジュニアテニス選手権12歳以下の部で優勝。2004年には全日本ジュニアテニス選手権18歳以下の部で優勝し、日本のトップジュニアの仲間入りをする。その後2004年の全日本テニス選手権では、史上最年少の14歳でベスト8に入り、地元では天才テニス少女と言われた。 2005年4月12日、日本テニス協会は彼女のプロ登録を認めることを決定。15歳1ヶ月でのプロ転校は男女を通して、当時日本史上最年少のプロ選手であった。その2ヶ月後、全仏オープンの女子ジュニア部門でいきなり準決勝へ進出した。ウィンブルドン終了後、日本人スポーツ選手として初めてスポーツ用品メーカーのアディダス社と、 グローバル選手契約を締結する。10月第2週に大阪で開かれた世界スーパージュニアテニス選手権大会ではシングルス準優勝、ダブルス優勝を記録する。11月19日、全日本テニス選手権の女子シングルスで米村智子を4から6、6から4、6から3の逆転で破り、15歳8ヶ月8日で初優勝。木地明子と 沢松直子に続く大会3番目の年賞優勝記録を打ち立てた。2006年全豪オープンの女子ジュニア部門では、準決勝でキャロライン・ボズニアッキに6から7、3から6で敗れた。同年の全米オープンで女子シングルスの予選会に初挑戦を果たす。その後、世界スーパージュニアテニス選手権大会では2年連続の 準優勝で止まり、全日本テニス選手権では準々決勝で敗退した。2007年から森田は女子テニス国別対抗戦、フェドカップの日本代表入りを果たした。6月のウィンブルドンで初めて4大大会女子シングルスの予選会を通過する。初めての本戦では1回戦でマラサン・タンジェロに1から6、6から3、3から6で敗れた。 2008年全仏オープンで森田は初めて本戦直接出場を決めたが、1回戦で第12シードのアグネシュサバイに1から6、6から4、4から6のスコアで競り負けた。8月の北京五輪にも初出場を果たし、シングルスダブルスとも2回戦に進出する。シングルス2回戦では、地元中国代表のリダに2から6、5から7で敗れ、 杉山愛と組んだダブルスでは2回戦で、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に当たってしまった。10月のジャパンオープンでは、中村愛子と組んで、ダブルス準優勝者になる。2009年度の4大大会女子シングルスではすべて、本戦に直接出場したが、いずれも、初戦敗退であった。2010年ウィンブルドンで、シングルスは、たまりねたナスガーンに7から5、 6から1で勝利し、4大大会9回目の出場で、念願の初勝利となった。超外帝と組んだダブルスも、クルムダテキミコ、タナスガーン組に6から3、7から6で勝利した。10月の楽天ジャパンオープンでは、決勝で、ジルクレイバスを6から3、7から5で破り優勝した。2011年全豪オープン女子シングルス1回戦で、 第27シードのアレクサンドラ・ドゥルゲルを6から4、6から4で破り全王初勝利を挙げた。続く2回戦では17歳、キャロリン・ガルシアを6から4、6から4のストレートで破り、3回戦に進出した。3回戦では法卒と対戦し、1から6、6から3、3から6で破れた。2月のドバイテニス選手権では予選から勝ち上がり、1回戦で、 ペトラ首飛ばに7から6、7から6で勝利して3回戦まで進出した。2011年10月3日の世界ランキングで40位の自己最高を記録している。2014年頃から故障に悩まされるようになり、ツアー復帰と離脱を繰り返すようになった。2015年7月には右手首の手術を受けている。2017年より所属がキャノンから安藤昇剣に変更になった。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。